五稜郭駅は、北海道函館市亀田本町にある、北海道旅客鉄道、道南イサリビ鉄道の駅である。両社の共同使用駅であり、JR 北海道が管轄する。JR 北海道の駅番号は、H74。事務官コードは14102。本港では営業キロ上で同一地点にある、日本貨物鉄道の函館貨物駅や、 かつて駅前にあった函館市交通局本線の五稜郭駅前停留場についても記述する。1976年の五稜郭総車場及び、車区、機関区と周囲約 1.52km 範囲。下が函館方面で五稜郭駅の構内段が見える。総車場南端から左へ少し上向きに分岐するのが、江差し線江差し方面。 右へ円弧を描いているのが、路盤は完成したがレールが敷かれず、結局未成線となった、問い線の移行。走車場は、函館本線の上下線に挟まれて、左半分が下塚い分、右半分が上仕分けに分かれ、それぞれの引き乗線が、おしゃまんべ方面写真上端近くまで伸びる。走車場の南側中央には、北側に五稜郭角車区。 南側に五稜郭機関区が置かれて、転車台がまだ使用されている。南端から左下に伸びる、青函連絡線貨物便の有川埠頭へは、操車場の中央線から汚線する連絡線が主力で、五稜郭駅方からの連絡線はあまり使われていない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成1976年の五稜郭駅と五稜郭車両センターと周囲約 1km 範囲。上は直進が本線おしゃまんべ方面伏線で五稜郭走車場が隣接する。本線に並走して左に徐々に分かれるのが江差し線江差し方面。左へ90度カーブして向かうのが青函連絡線貨物便の有川不当連絡線で 走車場からの古線連絡線と並走する。下が、函館方面で、函館方から左へ90度カーブして、分岐しているのは明治40年から敷かれている、日産科学工業函館工場への専用線。写真中央下側の道路立体交差付近から、南東よりへ、まっすぐ向かう軌道は、函館駅までの本線が、海岸側に移動するまでの急線の一部が、 北海道ガスの専用線として残されたもので、途中さらに右へ分岐する、専用線跡も残る。車両センターは当駅裏に隣接し、たくさんの車両庫が立ち並んでいる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成 JR 貨物五両郭機関区、かつて設置されていた JR 北海道生管、運転所については、 それぞれのリンク先を参照。当駅は JR 北海道函館本線と道南いさりび鉄道線が乗り入れる。道南いさりび鉄道線の列車はすべて JR 函館本線函館駅まで直通運転する。JR 貨物は両路線における第二支鉄道事業を行う。札幌方面の特急、北斗、新函館北斗発着の新幹線アクセス列車。 函館ライナーの全列車が停車する。かつては、優等列車の停車は一部のみだったが、後に、津軽海峡線の快速、特急列車がすべて停車するようになり、函館本線の特急列車も、停車列車が増加した。2002年12月1日のダイヤ改正で、津軽海峡線の列車がすべて特急となり、停車列車が大幅に削減された。 2013年11月1日のダイヤ修正で、函館本線の特急がすべて停車するようになった。2016年3月26日の北海道新幹線開業に伴い、津軽海峡線の定期旅客列車の運行は終了し、当駅から本州方面へ直通する旅客列車はなくなった。島式ホーム2面4線を有する地上駅。 ホーム番号は駅舎側から3.45.6番乗り場となっている。1.2番線は側線で6番線以降も12番線まで存在するがいずれもホームはない。7.8番線は貨物列車の着発線となっている。本線は下りが5番線、上りが4番線である。駅舎は校内東側にあり、2つのホームとは湖線橋で連絡している。駅舎内には 緑の窓口、JR の自動券売機、指定席券売機、イサリビ鉄道の自動券売機が設置されている。かつては売店として、キオスクがあったが2018年3月に閉店。その後、同年4月10日に、道南イサリビ鉄道が自社運営の売店を開設している。直営駅であり、管理駅として、函館本線の気境駅を管理下に置く。 道内浅利日鉄道移管前は、七重浜駅、釜谷駅間の各駅も管理していた。終日社員配置で営業社員のほか、信号詰め所には運転社員が配置されている。駅構内の西側には JR 北海道五稜郭車両所、構内の北側には JR 貨物五稜郭機関区がある。かつては五稜郭機関区の周囲には五稜郭走車場が広がっていた。 1967年から駅そばの店舗が設けられ、2014年10月からは北海道清スクが駅そばメカド JR 五両郭駅店として運営していたが、店舗の老朽化のため2016年2月28日をもって営業を終了した。乗り場6番乗り場は現在定期列車の発着がない。2002年12月1日のダイヤ改正まで一部の 札幌発の特急、北斗、スーパー北斗が森岡行の特急、初りと連絡するために使用していた。3番乗り場は通常、機関車の対比線として用いられている。ただし、七位方面からの一部列車の乗客の降車に用いられることがあるほか、寝台特急とワイライトエクスプレスが機関車付け替えのため同乗り場に運転停車を行っていた。 5番乗り場のホームは、機関車を含めて8両分しかなく、快速、快橋が増結運転された場合には、全7両のみ、ドア扱いをし、後の車両は、締め切りだった。なお、4番乗り場は13両分あったため、すべての車両において、ドア扱いを行っていた。その他、箱田駅から数分と近い距離にあるため、箱田駅始発で当駅停車の列車は、自動放送の場合、 函館駅発車直後は当駅停車の案内だけを行い、車内案内などの長い時間を必要とする放送は、当駅を発車後に行う。他路線へ乗り入れる際、基本的に旅客列車は函館駅で、貨物列車は当駅でスイッチバックを行う。北海道新幹線開業前の海峡線定期旅客列車の最終運行日である2016年3月21日まで、 特急、北斗、スーパー北斗と、特急、白鳥、スーパー白鳥の乗り継ぎは、函館駅で行うことを前提として、ダイヤが編成されていたが、先発列車側のダイヤが乱れた場合、函館定期発の後続列車を当駅で待機させ、当駅のみでの連絡とすることがあった。この場合、車内放送で、函館定期では連絡しない旨が案内されていた。 北海道新幹線開業後の北海道本週間の移動について青春18切符は北海道新幹線オプション券を購入の上で当駅で道南イサリビ鉄道線との乗り換えが指定されている。なお北海道東日本パスやフルムーンパスなど他の JR 規格乗車券では転換後の道南イサリビ鉄道線は利用できなくなったため 北海道新幹線の特急券を購入、または指定席券の交付を受けて、新函館北斗駅で北海道新幹線に乗り換える必要がある。JR 北海道道南伊佐利美鉄道、函館市東計所によると、2019年度の乗降人員は393人である。近年の推移は以下の通りである。日本貨物鉄道の函館貨物駅は、 旅客駅から 2.1km の非電化路線を経由した函館市港町1丁目35番地に位置する。2011年3月12日に五稜郭駅から解消された。別名は有川総車場五稜郭貨物駅など。かつては貨物駅から旅客駅へ至る現在の線路のほか北側に曲がり五稜郭総車場へ至る路線もあった。 その廃線跡の一部は道路となっている。また、1980年代まで、駅南側に、かつて存在した日本石油函館輸送所へ続く、専用線が存在し、当駅から石油の発送が行われていた。1976年の青函連絡線、有川埠頭及び函館貨物駅と、周囲約 1km 範囲、写真上側右方向へ向かうのが、 五稜郭総車場及び五稜郭駅への2本の連絡線。左上の水面貯木場へ、スイッチバック場に向かう専用線が分かれる。青函連絡線の2つのバース横に、高層留置線群、その右の線上の空き地が、函館貨物駅のヤードで、間には、かつての貯炭場の陸上三橋が残されている。ヤードの南側に波状に折れ曲がる、道の中間に、 灰色屋根の駅舎が見え、ヤードを突っ切って、下の輸送所へ専用線が向かう。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅には3面6線のコンテナホームや、数本の留置線、仕分け線及び、転車台を持つ。営業窓口である、JR 貨物北海道支社函館営業所や、北海道 JR 物流函館支店。 五両郭事業所も構内にある。駅構内は旅客駅にある一部の着発線を除き、電化されていない。構内の入れ替え作業は、本線での列車検員も行う JR 貨物 DF-200 系ディーゼル機関車が間合い運用として担当している。公衆車両輸送によって、本州方面から到着した JR 北海道向けの鉄道車両は、かつては当駅で、 JR 貨物から引き渡されることが多かったが、JR 北海道が、改装用の DD51K ディーゼル機関車を、全廃した2010年代中頃より、車両基地の最寄り駅である、手稲駅や内房駅で引き渡される事例が主流である。コンテナ貨物と臨時の車扱い貨物の取り扱い駅で、ある。コンテナ貨物は、JR 規格の12フィートコンテナ、20フィート30フィートの、 大型コンテナ ISO 規格の20フィート40フィート、海上コンテナを取り扱う。取り扱い品は、発送貨物では、野菜や紙、食料工業品、石合わせ貨物など、到着貨物では石合わせ貨物、紙、薬品などが主なもの。駅における産業廃棄物の取り扱い許可を得ており、それらが入ったコンテナの取り扱いも可能である。 2014年3月15日現在、下り列車は1日8本、上り列車は1日12本の高速貨物列車が、当駅に停車し、コンテナ車の連結、開放を行う。また、上りの臨時列車も設定されている。列車の行き先は、下り列車は、札幌貨物ターミナル駅のみだが、上り列車は、隅田川駅、名古屋貨物ターミナル駅、大阪貨物ターミナル駅、 くだら貨物ターミナル駅、福岡貨物ターミナル駅などがある。なお、専用貨物列車の発着はない。道南イサリビ鉄道線は、北西側から函館方面へ南下して、当駅へ進入する構造となっているため、すべての貨物列車は当駅にて、進行方向が変わる。さらに、当駅から東室蘭駅までの区間は、非電化となっていることから、 すべての貨物列車は当駅にて、機関車交換を行う。当駅北は営業運転の電気機関車が乗り入れないことから、東室蘭以北の電閣艦上にある貨物駅は着発線部を含めすべて非電化である。函館市統計所によると、近年の貨物輸送実績は以下の通りである。函館市交通局の五稜郭駅前停留場は、 1955年11月27日の鉄道工場前から東低流場間の路線延伸の際に開設された停留場である。所属は本線で湯の川線始発ではない系統の始発であった。1978年11月1日の本線の一部区間廃止に伴い亀田町、大野新道、鉄道工場前の各停留場と共に廃止され、後に 温泉は、函館駅前までに短縮された。停留場は、二面一線のホームを有していた。停留場へ向かうには、中央部に停留場への昇降用階段を備えた、歩道橋を利用した。廃止後も歩道橋自体は、停留場への昇降用階段を撤去した形で使用されていたが、2005年に、完了した、国道5号線の拡幅工事に伴い解体、撤去された。 五稜郭駅は旧亀田市の代表駅であった。駅前を国道5号が通っており、駅裏側にはポールスターショッピングセンターや市立函館病院が立地している。JR 道南佐利日鉄道の駅としては特別史跡の五稜郭に最も近いが、五稜郭駅は五稜郭から北西に 2km ほど離れた位置にある。 五稜郭公園や五稜郭タワーなどの観光スポットは、函館駅前から発着する函館市電の五稜郭公園前停留場が資金となっている。当駅からも五稜郭へは路線バスでアクセスできるが、函館駅からのアクセスと比較すると、路線、本数ともに限られる。これらの理由から、当駅に停車する函館ライナーでは、車内自動放送において、 五稜郭公園へおいでのお客様は終着の函館駅までご乗車になり、函館駅前から市電や路線バスをご利用いただくのが便利です。と案内される特急、北斗の隣の停車駅については列車記事を参照。五稜郭駅前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。